おはようございます。はい、今日は朝から快晴なのでお花の飾り方は縦に長く伸びています。ジャン君ちょっと待ってね、せーの、ヒュッ、ジャン君、ジャン君はこちらの方で日向ぼっこですが、葵ママさんにお腹を触られてちょっと怒っちゃったようですね。ジャン君、ここにメガネがあるんですよ。ジャン君もうちょっとこっち来ないと顔が顔に日が当たってないよ。そう。はい、ポンちゃん。シュッ。はい、ジャン君も。あら。ジャン君はご飯でした。ジャン君、気持ちよさそうだね。今日はいっぱい日が当たるね。今日はですね、ギター教室の日です。ギター教室に行く前に、先週その楽器屋さんで買ったこのギターの弦ですね、これを張り替えてから行こうと思っています。まず、この今張っている古い弦ですね、こちらで弾いてみます。夢を見なさい、僕
という弦を張り終えました。音は違っているでしょうか。今日はですね、9回目になりますか、ギター教室になります、そしてですね、今やっているいわゆるその授業の内容というよりは、今週土曜日にですね、今日火曜日です、今週の土曜日にフォークソング同好会というものに参加したいと思っているので、それの傾向と対策そうですね、この先生が主催をしているので、どういうふうにするといいのかをちょっと聞いてみようと思います。今日はそれが中心ですね。これも全然まだ使えてなくて、電源のオンオフしかできてないんです、今日の授業ではですね、 iPad の活用法、それからアプリ、いいアプリ、これいっぱい聞きました、これからやっていきます、それからですね、フォークソング同好会、これに関しても大体の話を聞きました。で、まあ練習になりそうな感じですね、オープンマイクに関してはやっぱ発表の場だけど、こっちは研究をするというか練習を見せ合うということで、いろんな、まあ、先輩方にですね、聞いて勉強できたらいいなと思います。